ゴンなのか。キルはその姿を見てすぐにビスケを連想したキルアだったが、全く異質なものだと直感した。ビスケは容姿が激変しただけで、内包するオーラが爆発的に増加したわけじゃない。何よりビスケは元の姿に戻っただけ。けどゴンは逆。何年、十数年、何十年、絶え間ない修行を経てようやくたどり着くはずの姿。どれほどの代償を払えばこれだけのオーラを。